はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですと、ね、いうことで今回池田ジュラと加入というところでアビスパ福岡、まあね最高の補強に成功したんじゃないかっていう感じがね、いたします。まあ池田ジュラと、まあ、僕も 2,3 年ぐらい前かな、愛媛時代からねずっと注目をしていた、センターバックにはなってきます。まあこの選手いつかね J1 でやれるんじゃないかとか、まあいつか個人昇格してね上のクラブで十分やれるという選手ではあったんですけどもね、その池田ジュラト選手も福岡らしい補強に成功というところで、今回じゃあ池田選手どんな選手かっていう話を、していこうかと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらというところで未完の大器池田加入というところで、まあ年齢的にはね、まあ、未完の大器と言われるほど若くはないんですけどもね、ただまあやっぱりね J1 で活躍してなんぼというところで、まあもう J2 ではね結果を残してきた選手にはなってきます。まあ真ん中の方に秋田町田で昨年まで、活躍をしてきた、この池田選手にはなってきます。まあ秋田時代も愛媛時代もそうですけどもね、まあ愛媛時代の最後の方は負傷もあって契約満了で、ね、チームを去るというところでございました。で昨年もねこの池田選手はもうあのゼルビアでは多くの試合で、先発で出ていたと、まあ、ちょっと一時期ね出番がなかったというかね、まあ中途もあったんですけども、ただまあしっかり基本的にはもう怪我とかなければね全然バリバリねやれる選手ではあります。ただ今年に関してはまあやっぱゼルビアのセンターバックの補強がね非常に良かった庄司選手とかね、いろんな選手の獲得に成功した影響もあってなかなか、出番がなかった、今季出番がない池田選手にはなってくんですけども、ただこの選手の獲得にはね僕は大賛成ですし、まあ、福岡らしい選手、まあ、S 級はね自分で買いといてあれですけどもね、まあ、J1 での実績がないんで S 級中のちょっと大げさかも確かにしてませんけどもね、ただ間違いなく素晴らしい補強になると、まあ、そこは僕はね、約束できるぐらいの、まあ、本当にいい選手の獲得につながったなという感じがします。まあ、左利きで186センチで82キロ中、ね、立派な体格を、持ってますし、で、まあ、今季は出番がありませんし、まあ正直ね、やっぱチームがね、秋田とか町田とか、そもそもビルドアップをするチームじゃないんですよね。もう秋田を町田も後ろからつないでビルドアップしてみたいなチームでないんで、どこまでやれるかっていうね、池田選手のビルドアップ能力にはなるんですけども、だからこう、特別うまいっていうイメージもないし、そもそも求められてこなかったらビルドアップにはなる。だからこそですよね、福岡はそんなにこう後ろからつないでいくみたいなサッカーじゃなくて、むしろ秋田とかね、ゼルビアみたいな。スタイルに近い秋、福岡のサッカーにはなるんで、まあそんなビルドアップ能力はね、気にはならんというところで、ただやっぱ左利きのセンターバック中だけど相当ね貴重な存在にはなりますし、まあね本当福岡のサッカーにはまる未来しか、見えない中選手にはなってきます。で左出しているのは今シーズンの主なメンバーにはなっていて、で奈良選手は今負傷でいないんですよね。で一応先発の回数順で並べていますんで、奈良選手がね、なんかレギュラーでバリバリ出てるっぽく見える表にはなってくるんですけども、ただ、奈良選手もね今負傷でねこの1ヶ月以上出てはいません。でセンターバックの真ん中は田代選手がやって、で左にね宮選手が入るっていうパターンがほとんどにはなってきますね。でだからまあ左利きのセンターバックでいうと宮選手もねそこにいますんで、どこで使うかでしょうかね。もちろん左利きなんでね3バックの右で使うことは、まあ、99.9% ないでしょうし、まあそうなればセンターバックの真ん中かな、まあ、田代宮選手が今ねいます。だいたい最近真ん中田代選手で左に宮選手が入るパターンがほとんどではあるんですけれども、そうなればセンターバックの真ん中を田代選手にして宮選手と、ね、この池田選手でレギュラーポジションを争っていくのか、もしくはセンターバックの真ん中で池田選手を使うのか、もしくは宮選手を真ん中で使うのかとか、まあいろんな幅は、ね、増えるかなっていうところ。まあただ田代選手にしてもね宮選手にしても、この池田選手にしても誰が先発で、まあ、出ても全然おかしくないメンツが揃っていますんで、まあそうなればこの福岡のセンターバックのレギュラー争いはいい意味でねピリッとした、いい争いができるんじゃないかと
行ったとこでしょう。本当奈良選手の負傷多分1年ぐらいかかるみたいな、怪我なんでね。まあね、今年の福岡でいうとね、ベンカリファがなかなかね負傷中ですから今ね、結局ここまで出番がねなくてとかね、ありました。で、田中達也選手の移籍があったんですけども、ね、対談があったんで、夏はどう動くかっていうところで、まあ意外と福岡は夏場はねお金かけて選手を取ってるイメージがあって、過去で言うとそれこそまあ平塚選手もね夏加入で、昨年は田代選手も夏加入なんで、というところで割とこの数年間はちょくちょくね、夏場の補強に動いているアビスパ福岡さんと、いうところで、今年はねセンターバックの補強に動く、まあ期限付き席なんでね、どうなるか、まあ実際この半年間残り後半戦戦ってね、来季以降完全席に移るかどうかとかね、もしくは本当に半年でね、対談となってゼルビアに戻ってとか、タクラブに移籍して、で福岡になって冬場に新戦力のセンターバックを取るかとかね、いろいろまあ考えはするんですけれども、ただまず半年でねどんなアピールができるかどうか、ただやっぱ福岡のサッカーには間違いない、これはねハマる選手には、うん、なりそうですし、まずはね奈良選手の負傷の影響を一つね埋めるというとこですね。どうするんでしょうかね、真ん中で使うか左で、使うか、まあ、ただ宮選手みたいなフィード能力があるかっていうと、なんかそこまでのイメージはねなくて、ただそれもだからゼルビア時代とかでそこまでこうねサイドチェンジのパスとか求められてきた感じはしないんで、やらせれば意外とねうまいのかなとかねありますし、いやいやね、ツッツンさん、パロプンデさん、そんなね、意外とうまいですよみたいなこともね、もしかしたらあるかもしれませんのでね、まあそういうところで、まあ、今後どういう風に使っていくかでしょう。まあ、田代選手の左も、ね、十分安定はしていたんですけどもね、ただ奈良選手の負傷の影響で真ん中になってますし、ただ田代選手今本当、ね、ほとんどのゲームで使われていますんで、長谷部監督の、信頼度は田代選手も相当厚いでしょうしね、まあ、この中断明け2週間で、どんなねまあ、練習積んで、ね、使い方をしていくかっていうのは見えてくるんでしょうけどもね、まあ、昨年の今頃本当、ね、同じ中断期間前後だったかな、田代選手が、ね、驚きびっくりの、トスからの移籍が発表になりましたし、ね、で本当、ね、福岡に関してはちょっと最近連敗でね、なかなか悪い雰囲気の中こう中断期間に入っちゃったんでね、まあ、福岡のサポーターからしても、ね、大丈夫か福岡っていうところだったかもしれませんけども、ただ一つここで、ね、明るい話題が入ってきました。まあ、亀川選手もでも3バックでね、プレーして活躍するみたいなところもねあったんで、まあまあまあ亀川選手もセンターバックとして計算ができる中での池田選手の補強なんでね、まあこれは福岡にとっても非常にいい補強になりますし、まあ、ちょっと個人的にもねどんだけやれるかっていうところ、まあ、本当ハマる可能性は高いんだけども、まあ、どんなプレー見せるかと、本当楽しみな選手が来るというところでしょうね。はい、ということで今回は以上です。以上パルブンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネル登録。